ダッシュで行こうぜ。どうも、武田でございます。刻んでいこうぜ。小学生の、国語の時間、音読の時、クラスに一人はめっちゃ感情を込めて読み上げるやついる。いるということで。いなかった。こいつめっちゃ感情込めるやんみたいな。褒められそうだけどね。褒められないのそれ。いやなんか、いや褒め、先生に褒められたことで、はい、ちょっとね、簡単な動画になって申し訳ないんですけれども、うん、正式なお知らせというか、3月に行います、場所は富津ですってしか言ってなかったんで、うんうん、正式に決まったんでお知らせをしたいなと思いまして、動画を回しました。ということで、次のフルマラソンなんですけれども、3月12日金曜日、変わらず富津岬の 5.6 キロコースで行うことが正式に決定いたしましたので、ここに、ご報告させていただきますいただきますそんなご報告させていただくってことは、まあね、まあ、それなりの、はい、まあ、意気込みと、そうですね、ペナルティーと、はい、ってことですよね。そうですね。なんだろう、ネタっぽく動画でところどころ言ってて、まあ、知ってるよっていう人もまあ中にはいると思うんですけれども、今回2時間48分フルマラソン切れなかったら、約束通り坊主確定でございます。短い方がいいって言われてるから、坊主も多分好評なんじゃない、はい、いやー坊主はねやばいよ俺の坊主はマジでやばい。僕のことが大好きだった女の子が、こう毎回ね、朝練終わるタイミング狙って、よしき先輩おはようございますってこう言ってくれる女の子がいたんですけど、高校ですげえな、毎回いたんですけど、坊主にした途端挨拶してこなくなったぐらい僕やばいんで、坊主、はい、こんなことがあったぐらいなんで。髪の毛って大事だよな、まあ、そこはもう本当に切れなかったら坊主確定ということで、もう強風だろうが雨だろうが、もう結構決定なんですか、もうここでこんぐらい言うってことは。そうですね、結構決定でございます。もう本当台風とか来ない限り、来ない限り、何か起きない限り、多少の雨ではやると。はい、やります、絶対やります。わかりました。ここでこう言っとくことで、うん、もうよしき逃げらんねえぞ。なるほど、うん、ああそれいいですね、はい、はいはい、状態としましては、まあ、これからね、まあ、その3月12日本番に向けてフルマラソンの練習取り組み動画が上がっていくんですけども、状態は正直良くない。あ、そうなんや。正直良くない、うん、からこそちょっとあえて自分に今プレッシャーをかけて坊主って言っちゃってるぐらいなんで、どうなるか本当に分かんない感じです、正直。なるほど。てか面白いのが、うん、今これ動画撮ってるのが2月16の今6時、はいはい、今2月16の6時なんですけど、2月16の7時8時には上げる予定です。なるほどね、はいはいはい、ちょっと本当にこう生感というか、はいはい、本当に正直な状態を言いますと、すこぶる状態悪くて。ああ、もう今ね、はい、はいはい、まあ、これから多分フルマラソンこの間1本走って、うん、その動画も上がるんですけども、ハーフ、ハーフ、あーハーフ、今俺フルって言った、多分ハーフも走っていて、まあその動画も上がるんだ。上がるんですけど、うん、はい、まあ全部はね言っちゃうと動画面白くなくなっちゃうんで。そうやね。まあでも、あ、よしきちょっと本当にこれで2時間48分行くのかっていう感じになってたり、まあ、最近の練習も、まあ、そういう感じになっちゃってるんで、まあ、このあと1ヶ月、はい、まあ、しっかりなんで今こういう状況になってるのかっていう、原因を突き詰めながら、まあ、練習を仕上げて、体を仕上げていかなきゃいけないんですけども。で、一個だけ聞いていいですか。はい、なんか原因は分かるんですか。それはもう今ここで言えない感じですか。いや正直言えるんだったら言うんだけど、分かんない分かんない。いや僕も正直、よしきさん連とか、うん、なんかね、火曜日、水曜日、オナフィールで練習してるとか、聞いてはいるんですけど、はい、現場でよしきの走り見てないですし、はい、最近企画のね、はい、短い距離のよしきさんしか見てないからさ、うん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 、正直、よしきさんの状態全然わかんないです、僕今。視聴者さんぐらいわかんない、僕。ああ、そうだね。今状態が。うん、か最近割と、そういう練習動画も上げられてなくて、うん、まあ、これからちょっとちゃんと上げていくんですけど。うんうんうん、まあちょっとそこも見ながらね、ちょっと本番どうなるのか、それで俺と視聴者さんが分かるってことです楽しんでいただけたら。なるほどね、はい、まあ、なんで本当に坊主にならねえよってこう動画で言いながらやってますけど、うんうん、正直一応ビビってる。なるほどね。今でマジで坊主になりたくないんよ。まあそうだな、うん、大人28歳が、まあ、丸コメになるのはマジでやばい。ポップライセンと仲良くしてくれ。いや、それは山田つもみにはなりたくないんで。ユースケは何だけど、うん、ポーズになったら俺何になんだろうね。なんか本当にカラオケのマイクみたいになる
まあ、あのしっかりちょっとこの1ヶ月自分の状態と向き合って、まあ、本番胸張ってスタートライン立てるようにちょっと頑張るので、そんな感じなんで。うん、なるほど。もう1ヶ月切ってると。はい、まあ、いよいよですね、はい、それは。僕も本当視聴者目線なので今は、はい、ちょっとまだ吉木さんに寄り添えてないんで、はいはいはい、視聴者目線ですけど、はい、まあ、ちょっと協力できることがあれば、はい、まあ、なんていうのも助けますんで、はい、急遽報告動画ということで簡単な編集になっちゃったんですけども、まあ、次回からはまたしっかりね、あのちゃんとした動画、あと笑いと陸上を届けられるようにまた動画上げていきますので、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。よし、それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、またのご機会に、さようなら。